皆さん、こんにちは。2021年、賃貸管理士取説解説講義第6回講義を始めたいと思います。担当は、レックス編人ー,ースの友嗣です。どうぞよろしくお願いします。はい、えー、それではですね、今回は第3編、賃貸管理業務系の第7章、賃貸業への支援業務、こちらの方を見ていきたいと思います。はい、えー、210ページのところですね。 はい、賃貸業への支援業務210ページのところを開きくださいさあ、えー、まずですね、こちらね、なんか聞き慣れない言葉が出ておりますアセットマネージメント、プロパティマネージメントですねはい、えー、まずこちらのところから見ていきたいと思いますはい、アセットマネージメント、プロパティマネージメントって何ですかってところなんですけどもさあ、ちょっと私一回消えますねはい、アセットマネージメントで、えー、書いてありますけどもまずアセット アセットというのは資産のことですね。ねははいいアセットというのは資産ですはいで、マネージメントって何ですかって言ったら、まあ、マネージメントっていうのは管理のことですね。だから例えばタレントさんとかを管理する方のことをマネージャーさんって言ったりするじゃないですか。はい、えー、資産の管理 する方々とと、えー、いうことになりますで、えー、アセットマネジメント資産管理とは、えー、不動産投資について資金運用の計画決定実施、えー、実施の管理を行うことを言いますというふうにありますけれども、まあ、これでいまいちピンとこないという方はですねこのアセットマネジメント、えー、こちら信託銀行なんかをイメージすると分、まあ、かりやすいというふうに思います。 でそれともう一つですねプロパティマネージメントという言葉もあります。でこれは何かというとですねプロパティって何かっていうとプロパティっていうのは財産ですね。まあここで言う財産っていうのは不動産のことですけれどもねはい、えー、財産のはいマネージメントつまり管理ということになります。 えー、財産の管理ということになりますね。はい。でこれは何かというと、はい。えー、プロパティマネジメント下に書いてありますけれども、実際の賃貸管理運営を行うことを言いますというふうにあります。まあイメージしにくいよっていうふうに思ったらば、これは管理会社。はい。 えこれをイメージするといいと思います。はい、えー、ですのでまあいわゆるその管理業者とかで,ですねプロパティマネジメントっていうのはそういうもんだというふうに押さえておいてください。で結構ですねこれあのアセットマネジメントのことを、まあね、AM でプロパティマネジメントのことを PM というふうに言ったりもします。 はい、でですねこちらなんですけれどもアセットマネージメントプロパティマネージメントどういう関係性なんですかっていうところですよねはいどういう関係性なのかっていうところがですね図になってるのがこちら211ページのここの図でございますがはいまずですね、えー、賃貸不動産管理と AMPM の関係というふうにありますはいまあこの AM、まあ、絶対じゃないですけれどもイメージとしてとりあえずまあ信託銀行と書いておりますね、うん、別にあの 信託銀行だけが AM ってわけじゃないですけどね。はい。まあ、イメージを持ち出すいために、とりあえず信託銀行と書いておきます。はい。ね。で、えー、PM のところに管理会社というふうに書いておきますが。はい。 これどういうことですかって言ったらば、例えばね、えー、お金を持ってる投資家の人たちがですね、はい。まず、まあ自分の財産をですね、えー、やっぱりまあ、 守って増やしてやっていきたいっていうふうに言った時にどうするんですかって言ったらばじゃあちょっとねお金を増やすためにね資金資産を運用するためにどういうのがいいんですかねっていうふうに言ってもう信託銀行に「すいませんどういうね感じでこの私の資産を増やしていけばいいですかね」みたいな感じで委託していく場合っていうのはありますよね。そその新宅銀行ががが例例えばねえばば株いい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 んんじじじゃゃなななでででですすすかかかとねうう不動産みたいな感じで、まあ そうやって運用していくわけじゃないですか。ね、例えば、えー、ね、投資家がもう自分で、えー、例えばうんあもうアパート管理しようというふうに思って自分でアパートを建ててでそして、えー、じゃあこのアパートを、えー、ね、えー、もうちょっとね経営していこうって言ったときにじゃそのアパートの管理をお願いしますっていうふうに委託する場合もありますよね。だから投資家はまあまず本当にね、えー、いろんな投資家ってわかんないよって言ったら AAM に行くこともあるだろうし、まあ、自分で不動産投資をしようというふうにな なっならば、ま、い、あまあ、いきなりり PM に委託しててくっていうこともそれはありますよねで AM はですね、えー、じゃあ例えば、ね、株がいいんじゃないですか不動産がいいんじゃないですかみたいな感じになった時にじゃ,あじゃあ不動産にしますかっていうふうになったらば、まあ、その不動産の管理を PM に任せるってことはありますよね。 そうえー、AM が例えば PM に対して、えー、じゃあちょっとここの管理お願いしますわっていうふうにはい指示まあ指示ってのは要するに委託のことですよね、えー、お願いしますと言ってるわけですからまあある意味委託ですまあ指示委託をすることもありえますよねはいえー、こういう関係性なの分かりますかこういう関係性になるの分かりますかということはですよということはですよこれ気をつけておいていただきたいのは こう PM って PM ってそう AM から委託されることもあるしはい投資家から委託されることもありますよねはいこれあの過去問でですね例えばその PM は AM から委託されてね、えー、って書いてあってで別の問いでは、ね、PM は投資家から委託されてっていうふうに書いてあってあれこれどっちから委託されるのっていうふうにえ思う。 しまう方も結構いるんですけれどもこれは両方からですはい、えー、だってこの仕組み考えてみればそうですよねえとしかが、えー、まあ AM に行ったらばその AM が はいえー、不動産投資がいいんじゃないですかって言ったらそれはね、えー、実際ね、えー、その不動産については PM に管理を委託するでしょうし、えー、自分で、えー、不動産を持っていれば、うん、直かに、まあ、PM に委託するでしょうしっていうですね、まあ、こういう関係性になっていくわけですよ。はい、ですのでまずですねこの AM と p のこの関係性をちゃんと抑えてておいて欲しいしですねあのこの図が頭の中に描けているかどうかっていうのは、まあ、ここの単元理解する上ではもうほん 本当に基本中の基本になります。で、ここなんですけれども、本当にあの出題が本本当に品質しておりますので。 はい、特にプロパティマネジメントまあそれはそうですよねえあやってることは PM じゃないですか、えー、やってることはある意味 PM になりますのでやっぱりまあ201520162017201820192020毎年出てますということになりますよね、えー、ですのでまああのこの関係性を理解するっていう上でもですね、えー、この図はかなり大事になりますのでまあしっかりと押さえておいてくださいということになってまいります。よろしいでしょうかね。 はいでですねこちらです212ページの方に参りましょうはい、えー、212ページまあ今しゃべったところが上産業書いてありますよね AM に委託をした場合 AM はその不動産の管理を PM に委託するということは PM は AM から委託される場合もあれば、えー、投資家から委託される場合もありますよということになりますねはいでですね、まあえー、収益費用項目についてはまあ見といていただきたいんですが次です アンバンドリングというところを見てくださいはい、えー、賃貸管理の分野ではアセットマネジメントとプロパティマネジメントの分離アンバンドリングというものが一般化していますというふうにありますまあこのアンバンドリングって何ですかって言ったらば、えー、バンドリングまあこうくっついてるものに対して「アン」ですから、えー、否定ですから、まあ、くっついてないってことですから、まあ、分離ってことになりますよねはいあのー、これどういうことですかっって言ったらば うん、その全てを自社で、えー、全て行うっていうことではなくてってことなんですよあのイメージとしてですよイメージとしてこう押さえておいてくださいちょっと私一回消えますけれども例えば、うんとまあ、これあるじゃあ電化製品とかの、えー、会社で考えてみます電化製品の会社で考えてみるとまずはその製品の開発をしますよね はい製品の開発をしますで開発をしたらどうしますかって言ったらえー、部品製造をしますってなりますよねはいでそれから組み立てをしますってなりますよねでそれからええー、宣伝販売をしますってなりますよね はい。まあ、この流れでいきますよね。製品を開発します、えー。部品製造をします。組み立てをします。それから、えー、宣伝販売をしますと。ね、これをじゃあ全部ね、えー、自社で全て行うっていう風になったらね、えー、それよりもま効率的にやるためにはここをはい分離させましょうということで、バッサリとここをこうやって分離させてでそして。 はい例えばこのね、えー、部品製造や組み立てって言ったものを部品製造や組み立てといったものを別の業者にアウトソーシングしていきますと。ね、えー、これを別業者にアウトソーシングします。はい。 ねえー、こういうふうにすると何かというとそ,うその、ねえー、電化製品の企業さんは製品開発とか宣伝販売のみに集中することができますよね。 はい、これもアウトソーシングをすることによってアウトソーシングをすることによってまあ何、えー、て言うんですか自社の専門性というものは深まっていきますので、ね、だってここに集中特化していけばいいわけですからね。はい、ですのであの実はですねここのアンバンドリングの話とアウトソーシングの話って結構つながってってですねえー、と例えば、うん、どこかっていいますと 182ページのところにアウトソーシングって載ってると思うんですけどもえー、ここと結構つながってはいくんですよはいえー、アウトソーシングによって、えー、自社の専門性や付加価値を高めることができますよと、えー、いうことになりますね、えー、まあそんな感じですよねでもアウトソーシングのデメリットとしては情報漏洩のリスクが高まっていきますよと、えー、いう風になりますとまあそれはどうしてですかって言ったらまあこれで考えればわかりますよねそうあのー、こういうのって部品製造とかそういうの、あのー、電化製 とかで考えればわかると思うんですけど、ここをアウトソーシングするということは、そうわかります。すべてのその開発のデータとかを、えー、外業者に渡してしまうことになりますよね。っていうことはそれだけまあ情報漏洩のリスクっていうのは出てきますよね。でそれからですね、えー、こうやると自分の自社の専門性を高めることができるので、例えばえっ、ー、と183ページのところにね、えー、管理業務の一部について労働集約型から知識集、えー、集積型へと転換させる働きって書いてありますけど、それも何を言ってるのかっていうのは大体は。 わかると思いますよね労働集約的なものを全部アウトソーシングしちゃえば知識的なものにね、えー、集中することができるでしょっていうですね、まあ、そういう考え方なんですよ、えー、基本的にはですね。はい、でまあこれがアンバンドリングの考え方です。でえー、これをじゃあ例えばね今の話に ね、読み換えるとどうなんですかつっ,ったらアセットマネジメントとプロパティマネジメントが同じ会社でやっているとで同じ会社でやっているものを分離させましょうと、うん、つまり、えー、アセットマネジメントをやる会社とプロパティマネジメントをやる会社でちゃんと分けていきましょうっていうのがまあここの考え方の根本にあります。でまあこれは何でかって言ったらやっぱりアセットマネジメントとプロパティマネジメントってやっぱり見るべき視点が違ってるってところはあるんですね。でどういういいいことかととか言いますとはい えちょょっととこここの空いいいてるところに書いちゃいましょうかはいえー、私一回消えますけども、うん、AM って何かって話なんですよ。AM って言いますのは AM って言いますのは、まあ、資産運用ですよね言うなればそう資産運用なんですよなので AM が目指すものって何ですかっつったら資産収益の最大化です それに対して PM って何ですかって言ったらば PM というのは不動産の経営代行みたいなもんですよね。ってことはここが目指すものは何ですかって言ったら資産価値の最大化なんですよ。 つまり目指してるものが違うでしょっていうそういうお話です目指してるものが違いませんかってことになります何を言ってるのかっていうと、えー、AM が目指してるものは資産収益の最大化つまりその投資家のお金をどれだけ大きくしていくのかっていうまあそこがうん なんていうんですか一番のお見るべきポイントなんですよ。だから例えばねそれこそ不動産に投資するのと株に投資するのと、それはあの株の方が儲かるなって思ったらそっちにお金を流していかなければいけないのがやっぱり AM のやっぱりお仕事なわけじゃないですか。そういう意味ではね、えー、だってその資産収益を最大化していくわけですから、まあある意味不動産にこだわる必要はないわけですよ。その投資家のそのねさい、えー、金額をどうやって伸ばしていく大きくしていくのか、それがやっぱり AM が一番考えるべき。 ことですからねでそれに対して PM が考えるべきは資産価値の、えー、最大化ですつまり何かって言ったらばそのねある不動産この不動産の価値をどうやって高めていくのかっていうところがやっぱり見るべきポイントなわけですよ、えー、だから不動産の価値を高めていこうっていうところになりますのでまあこっち AM からすればそうある意味まあ不動産にこだわらないところもありますよねそういう意味ではって他の方が儲かるって言ったらやっぱりそっちにねお金を流していくでしょうしね。でも PM って言います あくまでで不動産にやっっぱりこだわわてるわけですよその不動産の価値をどうやって上げていくのかっていうところになりますのでやっぱりまあ、うん、これをじゃあ自社で全部まとめてやるっていうふうになってくるとまあやっぱりいろいろ難しいよねっていうことにもなってくるわけですよ。うん、ですのでまあ AM と BM っていうものは、まあ、分離アンバンドリングっていうものが、まあ、一般化しているっていうところになっていきますということですね。はい さあそ,、えー、それではですね今回はこの辺にて終了したいと思います、えー、また次回頑張ってやっていきましょうそれでは皆さんお疲れ様でした